皆さんこんにちは。古墳から古代の人々の心を読み解く世界の墳丘から、本日も 5+1975 がお送りします。今回はですね、素敵なゲストにお越しいただいております。皆さんはじめまして。お墓のことならお任せください。全国24店舗合田石材店社長秘書の石野と申します。いつも社長の合田がお世話になっております。というわけで、今回は我が社の秘書である石野さんと一緒に太田茶臼山古墳の謎に迫ってみたいと思います。石野さんは太田茶臼山古墳を知ってますか？はい、大阪府茨木市にある5世紀中葉に築造された前方後円墳ですよね。確か宮内庁からはあの慶太天皇の陵墓として示上されていたような。そうやね、全長226メートル、全国21位の規模を誇る前方後円墳やね。でも社長、慶太天皇の陵墓といえばあの有名な今城塚古墳です。宮内庁の示上はまた間違えているんですか？日本書紀には慶太天皇は岩われの玉穂の宮で亡くなり、愛野の御捧に葬られたと記されています。太田茶臼山古墳がある一帯は愛と呼ばれる地域でもあり、古く江戸時代からこちらが慶太天皇の陵墓と考えられていたという記録もあるんですよね。確かに周辺には梅町もありますし、なんといってもこの規模を見ると慶太天皇の陵墓と間違えられても仕方がないというか、納得する面もあります。ただ太田茶臼山古墳の築造時期は5世紀中葉、慶太天皇が亡くなったとされる時期は531年やから1世紀ほどズレがあるんですよね。一方の今城塚古墳は6世紀の築造やから慶太天皇の没年と一致します。さらに何といっても今城塚古墳の埴輪祭祀場なんかを見ると、やっぱりやっぱり今城塚古墳が大王墓としてふさわしいように思えてくるんですけどね。じゃあ太田茶臼山古墳の被葬者は誰なんでしょう？5世紀中葉にこれだけの規模の古墳を築造できたとなると、かなりの権力を持った人物ということですよね。一説には被葬者は慶太天皇の曽祖父である大ほどの大君との説もあるようなんですけれども、もちろん確定はできませんし、真相は闇の中ということになっちゃいますよね。ただ興味深いことに、こちらの太田茶臼山古墳、大阪府藤井寺市の古市古墳群にある一の山古墳とほぼ同じ形と言われています。また一の山古墳は同じ古市古墳群の応神天皇陵古墳墓山古墳とも同じ規格で作られていると考えられています。これらはいずれも大王墓と目されていることから、太田茶臼山古墳の被葬者は古市古墳群に葬られている大王と何らかのつながりがあったのではないかと考えられるんですね。藤井寺市と茨城市って結構離れています。それにほぼ同じ形の古墳となると、やっぱり古墳には設計図があったんですかね。すごく面白いです。大王墓と同じ設計図で作られた古墳ということは、やっぱり太田茶臼山古墳も大王墓なんでしょうか？でも太田茶臼山古墳が築造された5世紀中葉というと、モズや古市に巨大前方後円墳が作られていた時期です。そこから離れた茨城に大王墓と同規格の古墳が作られたということはどういう意味なんでしょうか？妄想がどんどん膨らみますね。そうですよね、5世紀中葉の大王墓と目されている古墳はやっぱりモズや古市やから、太田茶臼山古墳の被葬者は大王に近い人物ってことになるんですかね。それにしても太田茶臼山古墳のフォルムも美しいです。地上からでも前方後円墳の形をわっきり認識できます。あ、社長、地上からでも前方後円墳の形を認識できる角度のことなんて言うんでしたっけ？いつも社長がおっしゃっているやつです。ああ、前方後円墳黄金のアングルやね。
そうそう、それです。大田茶臼山古墳も前方後円墳黄金のアングルがバッチリ確保できますね。確かに地上からでも前方後円墳の形をはっきり認識できる美しい古墳やね。それはそうと、大田茶臼山古墳から発掘された円筒埴輪などはすぐ近くにある新池埴輪工場というところで作られたと言われてるんですよ。知ってました？近くに埴輪の工場があったんですか？そう、大田茶臼山古墳からほど近い高槻市羽室というところに3棟の大型埴輪工房と18基もの埴輪窯を持つ大型遺跡が見つかっているんです。こちらの工場は5世紀中頃から6世紀中頃までの約100年間操業していたと考えられており、まさに大田茶臼山古墳の築造に際して作られたんですよ。そして今城塚古墳の埴輪もこちらで作られたと考えられています。専用の埴輪製作工場が作られるなんて、やっぱり大田茶臼山古墳の被葬者はただものではないですね。そしてこちらの遺跡、ちゃんと工房の跡まで復元されているなんて、当時の様子が目に浮かぶようで素晴らしいです。ここでたくさんの人が寝食を共にし働いていたんですよね。工場で多くの人たちが働いていたなんて、まるで現代と同じです。労働者の皆さんはどんな背景を持ち、そしてどんな思いでは働いていたんでしょうかね。こちらの遺跡からは東海地方の土器も見つかっています。遠く東海地方から出稼ぎに来ていたんでしょうかね。それにしてもこれだけ大規模な埴輪工場を作ることができる人物ですから、やっぱり大田茶臼山古墳の被葬者は大王もしくは大王に近い人物であったことは確かかもしれません。社長、今日も妄想が大暴走しましたね。とっても楽しかったです。またぜひよろしくお願いします。こちらこそ、今日はいつもと違ってとっても楽しかったです。次はぜひ石野さんも一緒に古墳巡りに行きましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。